花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。1週間ご無沙汰いたしました。毎週金曜日の、12時から1時まで金尾芳郎の音楽魂をお届けしておりますけども、今日はなんか珍しく秋晴れという感じですね。松下さん、おはようございます。あ、こんにちは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久しぶりになんかちょっと晴れましたよね。晴れましたね。ねえ、ちょっとこれ嵐の前の静けさと言いましょうかですね。はい、また台風がね来ます ね、 またね。もう多いよね。どうします。もういろんななんか被害がね、やっぱりその雨だったり、地震だったりね、風だったり最近するので。最近風がすごいですよね。そうそうそう、ね、あなたところで風邪ひいてるの。風、そう、ここそっちの風ちょっと声が今日低いでしょ。低い。いや、ね、声は分かるよね。ね、今日もね、先週からね、引き続き、先々週からですね、先々週ですよ、司桜田のね、桜田たけしさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。イェイ。ねえ、どうよ、風は。風は、風はどうよ、ちょっと僕もなんか、喉が少し痛いなって感じですかね。本当？うん。みんなちょっと喉やられてる。いや、急に寒くなるからね、ここのとこね。そう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 。なかなか普段、やっぱりその、激しいからね。その、要するに、差が。差が激しかったらあれでしょうね。なんかね、涼しくなってけど。やっぱりその、普段からなんか、健康に気をつけたりしてます？なんか。最近ね、うん、ちょっとカロリー制限で。うんうん。1ヶ月、8月の20日からね、1日1800キロカロリーぐらい、うん、1600から1800キロカロリーぐらいに抑えて。ちょっと、そうなんだ、糖とかの問題。そうそうそう、そう血糖値血糖値高いですねって言われて。本当に？本当、もう本当、俺1回も測ったことない。測ったこともない。で、血糖値とか調べたこともないし。素晴らしい。あれでしょ、健康診断行ってないってことでしょ。行ってないよ。で、病院好きじゃないから、だから、ちょっと、あんまりね、ご無沙汰してますよ。行ったら出ますよ、きっと。10年、20年ぐらい行ってないよね。でも健康そうだもんね。そんなことないよ。もう体もボロボロだけど、まあ、いつも笑ったりね。してるとね、いい、笑うのはやっぱ ね健康にはいいと思うよね。そうそう、が、うん、も逃げていくぐらいだからさ、うん、大切大切、うん、それは。ということでね、今日は金玉というね、はい、滑舌よくいかないとちょっと危ないよね、うん、金玉ですね。ということでゲストいらっしゃらないので、金尾魂ということで曲からなんかいきましょうかね。インスピレーションかなんかやりますかね。特別な夜を、これ普通ライブだと2回くださいっていうね、自然エコーでね。インスピレーション、あ、もちろんコードこう間違えてる。インスピレーション、そうそう、特別な夜をお前にあげよう、今夜だけ。インスピレーション、すべての夢をお前に託しての中にいた。
はい、ということで金城インスピレーションをお届けしましたけれどもね、これ昼間からよくそのがなるよね、俺もね。本当についていけない、ね。はい、テンションにはなかなか。あのね、朝を歌いながら目が覚めるから。ガーッとか言いながら。あの感じでね、起きる。すごいね。いや、でもね、声を出すっていうことは、やっぱ健康にいいみたいですよ。それはそうでしょうね。まあ、老人介護施設とかね、最近そういう施設なんかでもね、打たせていただいて、マイクがね、なくても、大丈夫ですね。それでね、そういう設備がないと歌えないっていうわけじゃなくて、そういうとこで歌ってるとね、マイクなしで歌ったりするじゃないですか。で、ある程度やっぱ声がね、出ないと、なかなか届かないわけですよね。お年寄りの方、特にほら、耳がちょっと遠くなったりされてる方もいらっしゃるし。一回行ったらさ、マイクをわざわざ用意しましたって言われて、この間ライブでも話したんだけど、マイクスタンドがないもんだからさ、点滴の棒があるじゃん。点滴の棒にさ、ガム手でね、マイクが縛り付けてあるのよ。カラオケのマイク。マイクは上向いてんの。で、上に縛り、上しか縛れないじゃん。あれで歌ったことあったけどね、点滴の棒で。点滴で、ね、うん。点滴の棒ですよ、これはね。いざとなればね、うん、あるものは何でも使うみたいな。そうですね。そういうこともありましたけどもですね、いろんな、ことがこう、ね、あるんでね、もうこの生放送と一緒でね、そういうとこも面白いですよね。面白かったですね、あれはね。ねあれ面白かった。だからその時は大体松下さんが、美空ひばりさんとかね、まあ過去に、お仕事で、デビュー前にね、松下さん、ひばりさんとずっと、まあ、全国歩いてたわけだから。ひばりさんと歩いてた、ね。いや、歩いてたっていうか、ね、ひばりさんのお仕事でね、そうそうそう、全国回ってたわけだから、美空ひばりさんとかをね、歌ったら、そのつかみにね、いいかな、お年寄りいいかなと思ってたけど、それが安易な考え。いやいや、それがね、今や。そうじゃなくて、今やさ、入ってる方が俺よりもちょっと上ぐらいの人よ。いや考えたら、構わんないんだから、そんなに。だあんまりね、あと知らない人が多い。そう、むしろ、プレスリーとか、ビートルズをリアルタイムで聞いた方たち。ビートルズとかの方が。だったりするんだよね。リアルなんだね、きっとね。うん、そうそう、だから、演歌とは限らないよね。お年寄りね。本当にね。だからそうかもしれない。やっぱいろいろ回っててね、気がついたよね。そうそう、自分たちがそっちに近いんだっていうのを忘れてて。忘れててさ。どっちかっていうとね。もう、ね、そのまま歌いながら入っててもいいぐらいのさ、感じの年齢になってきたよ。そのまま入ってどうだ、ね、本当に本当に。ねでもだんだんね、気がついたら、うん、若いと思ってても、いつの間にかハッと気がつくと、あれみたいなね。いやいや、本当にそうよ。ね、うん。まあ、桜田さん、僕よりもちょっと若いと思うけど。まあ、ちょっとね。ちょっとっていうか、だいぶ。10ぐらい違うの。そんなに違わない。僕は、今度、来月55になりますね。55ですか、うん、あ、そうかそうか。そうするとね。まあ、約10年。いや、10ぐらい違うんだよ。ああ、そう。そんな風に見えな、思えないでしょ見えない。いや、自分で言わせてる。それ言わせてるって。本当は、64、今年。64になるの。9歳そうそうそうだね。うんまあ、そんなもんだよね、でもね。ね恐ろしいですね。恐ろしいですよ。本当ね、このまま、わーおとか言ってんのかね、70過ぎて。いや、言ってるでしょ、きっと。そのままバタンって。ねえ、うん、ああって言いながらも死にたいね、俺。うん、幸せだと思うよ。ああ、いいですね。うん。いいエンディングです。ということでね、今日ね、ちょっと、お客様、僕の知り合いをね、はい、ご紹介しましょう。VTR も今日撮っててね、映ってると思うんで、僕はつい最近ね、某じゃないや、赤坂のフラットンカンティーナっていうね、ライブハウスでお世話になってますけども、この間もね、ライブ、本当にね、楽しいライブやらせてもらったんですけども、そこで、まあ、お仕事もしながら、シンガーソングライターをしてるね、なっちゃん。はい。どうもどうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。なっちゃん、こっち、こっち、おいでよ。若い人がいないんだから、この番組は。ほら、髪の毛ってそんなに地毛なのそれ。はい、地毛です。長いんだね。かわいい。緊張した。ほんとマイク、マイク渡し。うん。これでいい、これ渡す。それで、なっちゃんは、まあ、いろいろライブとかも、最近やってたり、あと、はい、女子プロでなんか出てない。リングアナウンサーしていただいてます。リングアナウンサーやってんの？はい。
赤コーナーとかね、呼び込み、そうそうそう、そうなんだ、ね、だからそのフラットカンティーナ自体、そのオーナーのね、斉藤さんが昔からやっぱ付き合いあるのね、そうなんですよ、あの女子プロレスと、あ、そうなんです、ね、それで一回だから後楽園ホールに僕は国歌斉唱やったのよ、あ、そういうご縁があった、なるほど、ね、かっこよかったです、うん、その時なっちゃんもね、その時リングアナウンサーっていうか、はい、びっくりしました、私知らなかったので、リングアナウンサーっていうのはその男性の方と女性の方いらっしゃるの？じゃなくて、団体にもよるんですけれども、うん、男性なしで女性ばっかりにしようとかやってるところもありますね。あ、そう。はい。で、私も今、うん、女子プロ新しくちょっとピュア J が、ピュア J ね。ピュア J、うん、女子ばっかりで頑張っていこうみたいな団体にしてるので、ちょっとお呼ばれして、はい、やってます。高校生、現役女子高生の子と私と。あ、そうなんだっけ、はい、どんな感じで呼ぶの、どんな感じで呼ぶの、赤コーナー、そうそうそう、青で、でもその、はい、で、たまにそこで歌ったりもしてんじゃん、そうなんですよね、オープニングアクトさせていただいたり、本当、はい、すごいね、すごいね、なんかね、活躍中です、活躍中じゃんね、嬉しい限りです、なんか本名は岡本夏樹さん、坂本昔の女の名前言ってたんだけど、坂本夏樹さんの夢なっちゃんなっちゃんと言ってて ね、はい、もうね、もうあそこのライブハウスの看板娘ですからね、そう、看板娘、嬉しいです本当にね、で今日はライブだって、はい、その宣伝ちょっとしとこうよ、赤坂フラットンカンティーナで、はいはい、私は8時過ぎぐらいに出ます、あ、いくつか出るの、はい、3バンド出ます、あ、そうなんだ、はい、そうかそうかそうか、あなた弾き語りでやるの、弾き語りと今日はフラットマン、あ、フラットマンドリン、あれ、フラットマンドリン、はい、今日弾きます、うん、フラットマンドリン、フラットマンドリン、フラマンですよね、うん、あれ、え、そういうのもやってんの、マンドリン、平べったいやつです、はい、そう弾きながら歌うんだ、はい、そういうのもやってんの、カントリーっぽいのもちょっと好きで、うん、お父さんから譲り受けたので全然弾けないんですけど、ちゃっちゃお父さんはやられてたんだ、本当、はい、マンドリンね、マンドリンいいよ、チューニングが違うからね、ギターって、そうなんですね、そうだね、フィドルと一緒ですか、バイオリンと一緒ですかね、バイオリンとかあっちの系だよね、なるほどね、まあ、全然わかんない、ね、面白そうよ、そうね、あの人、今夜8時、ぜひ来て、ね、今日8時からね、フラットンカンティーナ、はい、ね、ぜひ、ね、でもう一方ね、はい、ご紹介しましょう、僕はこの間そのフラットンカンティーナでちょっとね、はい、マスターの誕生日の時に伺った時に、プロフェッショナルな方々とか歌う方々っていうかね、マスターのご縁のある方はもちろん女子プロレスラーの方々もね、お見えになってたんだけども、その時ちょっと歌わせてもらった時にね、はい、知り合った方でね、安田さんっていうね、こんにちは、どうもこんにちは、はい、どうもこんにちは、安田です、で安田さんのね、ちょっと僕歌聞いた時になんかね、ちょっと今度ラジオやってるんですけども来ませんかって言ってしまったんだよね、言ってしまった、それは言ってしまったっていうか、ものすごくいろんな方がね、あの時歌われてたでしょ、そうですね、でもね、なんか安田さんのね、歌に惹かれたんですよ、はい、僕なんか、ありがとうございます、なんていうかな、こう声が通りますね、すごくね、うん、っていうかね、なんかこう、うん、いわゆる昔のフォークの、時代っていうか、僕もちょっとそういうのありますし、なんかそういう素朴な感じがねすごくしたんですよね、で今日ちょっと一曲休憩を歌っていただこうなんて、いいですか、今ですか、今ですか、もう今歌いましょう、いきなりだよ、ね、いきなりこれこのね番組はこういうね、心の準備ができない、心の準備ができてないのにね、もう急に振られても、ね、いや僕ねすごい好きなね、僕セットしますよ、それで、なんかね、そのあの時にね、この番組にも加賀中川五郎さんとかいらしたことがあったんですけども、なんかねその、安田さんのね歌を聴いてるとね、そういうのをねすごく思い出しちゃってね、今日なんか一曲何の歌をしましょうか、今日はですね、たまたまこの間一緒になった時ご一緒させていただいた時に歌った「方々ララバイ」って歌です、そうそう、これ覚えてる、聴いてなんかやっていただいたんですよ、今日なんかお友達いっぱい来るなら大ちゃんって紹介しましょう、大ちゃん来た、どうもどうもありがとう。
ホーボーララバイ行ってみましょうか。いいですか、行っちゃって、はい、はい、お願いします、はい。素晴らしいですね。これはどうした？ホーボーララバイという。あ、こっち預かりましょうか。はい、すいません。預かりましょうか。はい、すいません。これはオリジナルですか？そうですね。ほとんどオリジナルなもんで。あ、そうなんですね。どうですか、今日初めて聞いたでしょ、松下さん。うん、すごく良かったです。なんかほのぼのってあったかい感じでね。最近ってこういう感じの歌っていうのは少なくと思わない？なんか。
こう、なんか優しい、あのフォークソングっぽい感じ、ね、そう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 、だから70年ぐらいから成長してないもんで、いやいやいやでもあのでもギター始めるきっかけフォークソングだったから、うん、あ、だいたいそうそうすごくですよ、ね、そう、なんかホッとするんだよね、なんか、そうそう、うん、なんかもう時代がいろいろ変わってきてさ、うん、便利になって、なんかもうあの激しい歌とかもうこうリズムマシーンで作ったような歌曲とか多いじゃん、なんか、うん、でもなんかさ、もう忙しいんだよね、ゲームみたいな感じ感じで全てが、まあ、まあそれはそれでね、うん、いや俺嫌いだもんなって、いい歌もありますよ、ね、いや俺嫌いだと、だって娘がさ昔プレイステーションが流行った頃にあの買ってくれって言われた時に、あのゲームを、うん、ゲームをね、でうちの その当時もまあ俺結婚してて、その、 あの両方ともゲームはやんなかったね、でうん、娘もやってないし、もうテレビゲームとかも全然やってなかったんだけども、その竹馬作ったのよ。おお、まあ、最低って言われたけど、それで遊んでたからね、しばらく。うん、あの竹本物の竹で。竹馬。すごいすごい。そっちの方が珍しいんじゃ、手に入りづらいです、ね、うん、だからね、でもね、それでね、俺いいと思ってるもん、未だに。そう、ゲームが今電車の中でもゲームとかなんかほら、あの携帯擦りまくってやってんじゃん、擦りまくってあれおかしいよ、なんかそう、うん、でもね、なんであんな忙しくしてんの、こういうのもね、なんかお年寄りはやりたい人もいるよ、この、うちの母なんて90になってこうやりたいとか言って携帯買ってあげる、いやでもすごい叩いてる人いるじゃん、なんか携帯をゲームで、うーん、俺知らないんだけど、なんか叩、そう、うん、なんかあのもぐらつぶしじゃない、叩き、違う、もう叩き、そんなのはないよそうはないかまポケモン、あ、ポケモン、そうなんだ、あ、ポケモンね、あれなんだっけ、ポケモンなんとかって、ね、見つけるんだよね、うん、地図みたいな、あれポケモンじゃなくて、ポケモン GO、 あ、うん、キキさんやってるよ、まだ、あ、そうなんか一時期周りの人みんなやってて、ね、僕ゲーム一切やんないんで、うん、あ、私もやらないけど、なんかびっくりした、だからやっぱりね、安田さんの歌、あ、ごめんなさい、安田さんの、あれですかね、ステージネームは何でした、安田カブンで、あ、カブンさんね、字は字はね、うん、難しい字、吉風って知ってます、力士の、はい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 、吉ね、あの、あれの難しい可能語ですね、そうですね、喜ぶみたいな感じ、はいはい、可能字五郎の可じゃないですか、そうですね、古いね、古いよね、可能字五郎なんて分かる人なかなか分かる人いないか、カブン、それに文学の文ですね、文ですね、安田の安は普通の安い高いの安です、安田田んぼの田です、カブン、カブン、ここで名前を聞く ね、 ね、カブンさん、それでね、またね、ゆっくりまたね、おいでいただきたいと思うんですけども、ね、これご縁でね、やっぱりフラットンカンティーナー、いろんな方がね、いろんな方がね、やっぱり出会いが、やっぱマスターの人柄だと思いますけどもですね、まあもちろんプロレスラーとかも野球選手の方とかもね、いろいろ行きますし、ミュージシャンね、特に北海道出身の方たちが、まあマスターの地元だからね、多いと思うんですけどもですね、そういう方と、まあ出会えたっていうことがね、僕はすごく楽しみで、またなっちゃんも今度歌いに来てください、そうそう、ね、なっちゃん今日は歌わないの、ね、うん、今日は準備してないということでね、ちょっと お便りファックス来てますね、お便り古いな、お便りっていうのがね、この前なんか先週もなんかお便り聞いてたよね、そう、 BB のお二人ツボにハマったみたいな、そうそう、 BB っていうね、覆面お便りっていうのグループ覆面って言いながらもう俺本番で口が滑ってさもう言っちゃってますけどね、竹本孝之さんのね、まあ、新ユニット、うん、浦田たけし、ね、さんのね、新ユニットでかっこいいね、二人ともね、ね、やっぱりね、スラーとしてね、元ジャニーズとかのアイドルとか、そう、そうだよね、お二人だからね、でもやっぱりその実力がね、やっぱ歌にしても ね、 すごく実力があるんでね、すごく頑張っていただきたいと思いますよね。ね、はい、よしとね、ということで、金尾さん、中井さん FM 音中ということで、はい、地蔵坂62のお二方。62の。62って言った方がいいじゃないですか。ああ、地蔵坂ね。これ、横浜にある坂ですね。乃木坂もありましたけどね。桜田さん、はい、山田さん、キキさん、こんにちはということで、暖かいですね。まるで春のようであります。などと、のんきなことを言っている場合ではありませんね。
来週週明けに訪れる台風による被害のないことを祈っておりますというね。私たちがね、それこそ明日、明後日、30日、はい、この、近くの南武線のね、久慈駅の、そうですね、商店街祭りがね、中止になりましたね。はい。はい、で、本当新聞とかの広告にもいろいろね、入れていただいたり、地元の方もね、一生懸命やられてたんですけど、今回のね、台風がまあ、直撃するっていうね、うん、噂がありましてですね。噂っていうか、ね、そういうね、進路がそういうふうになってて、うん、今朝ね、その話、連絡来ましたけどもですね、うん、30日、まあ、2時から、金尾城松下としみがね、歌う、まあ、それ野外だったからね、ちょっと野外はできなくなっちゃったかもしれないですね。それで、あと、地元の人たちのね、バンドとかね、そういうこともありましたけども、はい、本当残念でありますけどもですね、30日は一応中止ということで、はい、中止になりました、ね、ご報告したいと思います、はい、それで本当に被害がね少ないことをねお祈り申し上げます。そうですよ、最近すごいですからね、すごいからね、怖いですよ、最近本当に怖いよね、うん、ということでですね、リクエスト、春のような本日は日の当たる坂道をリクエストいたします。よろしくお願いいたします。あ、今日は投げ銭がね1万5000円ですね。わ、少な、ちょっと懐がこう見えるよね、この投げ銭でねチャーリー佐藤さんのね懐が見えますけどもですね、そうなんですね、この1万5000円握りしめてちょっと立ち飲み屋でも行きたいですよね立ち飲み屋日の当たる坂道行きますか。じゃあ早速ね、さあ、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしましてですね、あ、大ちゃんのハーモニカ、大ちゃん今日ハーモ持ってきた、手ぶらで B とかできる、手ぶらで B キーが B なんだけど、大ちゃんもね遊びに来てくれましたけど、なんかこう部屋みたいな感じだよね、徹子の部屋にあやかってね、これでなんかビールかなんかあったら最高でしょ、なっちゃん、
はい、ということで金尾芳郎広渡る坂道、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えいたしました。大ちゃんも結構おとなしかったね今ね。マイクがあ、マイクがごめんごめんごめん。あれだったね。ということでね、なんか、ファックス他に来ておりましたか。来ます。松江さん、はい、行きましょう。ちょっと忙しい、はい。はい、すぐ行きましょう。結構やることいっぱいあるんで、はいはいはい、皆さんこんにちは、はい、秋の日は鶴瓶落としと言われるだけあって、うんうんうん、すっかり暗くなるのが早くなってきましたね、うん、先週の BB の皆さんもテンション高くて楽しかったです。なるほど、ね、今日は先々週に続いての、はい、桜田さんを交えての金玉楽しみです、うん、はい、さておいらはこの間の土曜日に、うん、ジミーペイジの再現に人生をかけていて本人に認められた唯一の人で、うん、ドラマーのジョン・ボーナムの息子、うん、ジェイソン・ボーナムと、うん、レッド・ゼッペリンのコピーバンドで全米で活躍されている方とお会いしました、うんうん、やっぱり素晴らしい方でして、うん、皆さんと同じく優れたミュージシャンは人格者であるという持論を証明することになり、うん、とても嬉しく感じました。日本人なんでしょうかね。どうなんでしょう ね、ちょいと、毒を吐きますが、うん、本当中途半端な人に限って、うん、変にこだわりを強要したり、うん、周囲を不快にさせるもんですよね、うん、そんな人たちにはこのラジオを聞いてみって言いたくなります。本当に毒を吐いたね。あさっての久慈商店街のイベントの中止は残念でしたが、やはり、いや博多の方も ねこうやってね、聞いて、いただけるんですね。はいはいはい、やはり安全は何より優先されるべきなので仕方ありません、今回の台風で全国的な被害が起きないことを祈ります。うん、そうです ね、これは博多のミキさんですね、うん、ありがとうございます。そうそう、リクエスト、うん、リクエストさんね、はい、ダイナマイト、ダイナマイト、はい、筑穂ブルース、筑穂いいね、都心さん骨まで違うね、ミキ君骨まで愛してだけど何でも OK です、生きてるあのそうね、PS 第2金曜がバタバタなら、はいはい、毎月その週だけは、うん、ジングルの後にカナオさんの CD から一曲流してみてはとも思いました。来週はいよいよテックス中村さん再出演ですね、はい、お楽しみ、はい、もうね事情を知ってるんですよミキさんね、2週目は時間がないのでそう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  CD をかけてからその間にこうセッティングするとかどうでしょうっていう意見、あ2週目っていうのはね、あのこの前に番組に入っててだから入るのが2分ぐらい前なのね。いらっしゃいませ。そうすると、早速また、人が増えてくるね、どん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 。カフェカンタービレのね、高橋由美子さん。どうも。どうもどうもどうも。皆さん仕事が押して遅くなりました。いえ、本当にね、くじ祭りはね、カンタービレのね、高橋さん、いろいろご紹介していただいてね、やるはずだったんですけどね。会長もくれぐれもよろしくということで、苦渋の決断でした。そうですよね。新聞の折り込みチラシもありました。そうそうそう、新聞とかにね、もう入っててね、金尾芳郎賞かなんかね。その通りです。いや、本当に。ギリギリだったんで、ね、でも風があるとテントが待ってしまったりとかね、その状態で演奏していただくのも、ちょっと申し訳ないので、また次の機会ぜひ。ぜひよろしくお願いいたします。どうにもできないことだったんで、ファンの方にもね、ちょっとね、そうそう。やっぱりね、来ていただける人がね、何人か楽しみにしていただいてる方もね、チャーリー佐藤さんはじめね、いろいろいらっしゃいましたけどもですね、本当にね、残念ですけどもね、まあ僕は風の中で立てますから、問題はないんですけど、やっぱりこう、他の方ですが、嵐を、ね、嵐を呼ぶ男って言われて。人間が飛ばされちゃうぐらいね、強い風ですからね。またね、ちょっとお便り、今、お便り、あ、今来ましたか、また。はいはい。金田さん、としみさん、今週も楽しく聞かせていただいてます。赤坂カンティーナのなっちゃん、出演おめでとう。なっちゃん、人気あるね。ね、9時ライブが台風のため中止になり残念です。はい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 、またの機会を楽しみにしております。ありがとうございます。青春マスターズ、伊藤池夫さんです。青春マスターズ、伊藤さん、伊藤池夫さん。あのパーティーの時、いらしてたよ。ね、伊藤さん、うん、最近ね、よくはいただいてます、ね。そうそうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ミキさんのね、ちょっとファックスっていうかね、それの中でね、ね
そうそう、結構ジミーページ、その要するに最近そういうジミーページの再現に人生をかけているなんて、なんかフェイスブックに出てたよね、結構割とトリビュートな感じ。いやいや詳しくは分かんないけど、フェイスブックで誰かが結構クイーンのほらそうトリビュートバンドとかジミーページとか、そういう、いろいろ最近あるよね、そういう方だと思いますけどね、博多の方なんでしょうかね。ね、暑い、うん、暑い人が多いですね、博多はね。うん、まあ結構ね、多いよね。だから、ビートルズばっかりやってたバンドもいたからね、博多。で、いきなりダイレクトにカーニングホールでやったのよ。すごい、ね。日本人で、うん、そうだよ。すごい。ダイレクトに向こう連絡して、九州、東京に出てこずに、向こうで演奏したっていうね、あのもう随分僕らと同世代の、人たちがずっとビートルズやったりで、塾の先生しながらビートルズやったり、いろんな職業を持ってやってたのね、持っていながらビートルズの好きで、でダイレクトに向こうでやったらしいんだけど、本人たちはさ、一回博多ライブで会ったことあって、本人たちはあのカーネギーホールの前の公演でやると思ってたの。ああ、なるほど、ね、本当にカーネギーホールとは信じてなくて、じゃあ中でやった。そうだよ、当然当然、すごいよね、うん、すごい、やっぱりでも、うん、あのそういう人たちって博多は結構多いからね、うん、頑張っていただきたいと思いますね。僕たまたまロンドンに訪れた時、僕のお邪魔したあの菊池清水さんはジミー・ページとすごい仲いいよね。お友達が同級生なのよ、ジミー・ページ。そうだよ、あの菊池さんのね、で、あの、屋敷でパーティーにご招待してもらったりとか。で、その時僕は会えなかったんだけど、ロンドン行った時はね。あの、ジミー・ページのなんか同級生が同じ旦那さんで。そう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 。ジミー・ページって日本の血が入ってるんでしたっけ、少し。なんか、そうなんですか、少しそうかもしれないね。僕は詳しくは知らないですね。違いましたっけ、うん、ちょっとでも東洋的な部分 の顔も感じしますよね。なんかね。うん、そういうのあるかもしれない。ね、ちょっと、そう言われてみると。年がだんだん上がっていくにつれて、そうそう、日本人っぽくなってきたよね。なんかね。ああいうおじいちゃん。いますよね。ということでね、どうしましょうか。チャルメラ行きますか、松下さん。この風の声、うん、風声でもちょっとやってみようよ。風の中で立てない人が歌いますね。チャルメラそば屋ってね、これ美空ひばりさんの歌。できる。はこれカントリーっぽい感じでね。カントリーっぽいの。G だよ G。G だよ G って。もういきなり来たらね、何度もやってもらうからね。なんかね、ゆっくり座ってらんない。俺もできるかもし、できるかどうか分かんないかもしれない。私も。これ何？うん、あ、俺なんか。は？ハモんだけど。ハモりますよ。まあいいや。
ということでね、チャルベラーそば屋。ちょっと低かったですね、声がね。声が低いけど、これさ、おっさん声。これ、あの、ひばりさんが10代の頃の録音なんだよね。12、3歳？うん。4、5歳ぐらいの頃だよね。で、英語の歌もまあ歌ってたんだけど、この詩をさ、今見てたら、これ日本語し、これは、おっさんパイイチでしょ。そうそう、皆さんお蕎麦いかがでしょ、うん、でね、この中にサビんとこがおっさんパイイチご機嫌ほら危ない千鳥足っていうかあるのね。パイイチって一杯のことよね。でこの時代からさ、バンドマン用語使ってたんだね。そういうことなんだね、うん、すごいと思った。俺びっくりしちゃった。この時これ随分古い曲だと思うんだよね。ね、おこのパイイチ、パイイチね、パイイチだよ。歌詞に入ってるところがすごいね、これね。すごいね、ね、これすごいなと思っちゃう。誰がし、あ、でもこれ奥山さん。でもこれはさ、うん、日本語歌詞でしょ。そう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 。ね、だからまあ日本語訳訳っていうか、あの作詞作曲はなん B、うん、なんとかノートンさん、ノートンノートンだよね、うん。だからそうなんだけど。日本語訳っていうかね、日本語、うん、なんか後から作ったんだね、これね。おっさんパイイチご機嫌。おっさんパイイチご機嫌のとこハモったらどうなるかな。こうなんか。そう、ハモなかったね。うん、こうハモった方がいいね。いや、ちょっと、あの、かなさん、人に厳しく自分に甘い。ちょ、やってみようか。さっきパイイチのとこ。いやいや、さっき。おっさん、ちょっと、やってみ。え？おっさん、の、おっさんパイイチご機嫌。たらいいね、なんかね、雰囲気出るかもね。さっきそのつもりでやったのにね。いや、それこれパイイチってすごい詩だなと思ったらすぐ忘れちゃったんだよ。見入ってたそれ、うん、どういう意味だろう。すごいね、この時代からさ、パイイチとかね、ね、うん、すごいですね。昔はバンドマン用語って、あの逆からバーソーとか言ってた。いや、今も言う人、このバーソー B のしてるとかね。言ってないか。言わないか。ね、まあ、あのそういうことはありましたけどですね。もう今あんまり使わない。ギャラをさ、ゲーセンとか、ね、ゲーセンとかそうだね。あ、言うよね、うん、チェーマンとか、チェーマンとか言ってたよね。そういう ね、まあ、あのそういう時代もありましたけどもですね、ということで、リクエスト俺なんかあったっけ、あったね、ミキさんのリクエスト ね、ミキさんはね、あ、ダイナマイトか、ね、チクホーブルースか。大ちゃんマイナーだけどできる、ダイナマイト。私好きです。あ、本当ですか。え、どっち、あのやっぱりダイナマイト、ダイナマイト。じゃあ、あのママのためにね、あのまあ、かあ、そうです。お店でね、 CD 流していただいてるんです。あの、エクシャープマイト、これ結構前の難しいよね。F シャープ前のがいい、いいんじゃないの。F シャープ前の。じゃあいいや。いいのハープ。いいのハープ。場所のない
はい、ということで、金足のダイナマイト博多の美希さんのリクエストにお答えしました。ということでね、きっちり終わりましたね。また来週、またせあ今日司くあそうです今日ハイダ南林間ハイダウェイさんで、ですね、あの皆さんお越しください。司さんと桜台やりますんで、はい、お越しください。よろしくお願いいたします。僕のスケジュールはね、また後日ご報告しましょう。時間がありません。ということでね、きっちり終わったね。きっちり終わったね、うん、あ今日どうもありがとうございました。なっちゃんもありがとうございました。安田さんどうもありがとうございました。あのカンタベルのママ高橋さんありがとうございました。桜田さんありがとうございます。大ちゃんもありがとう。動画の岸さんもありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 幻を見たんだ、後ろ姿優しい、あの人は今はない。無口の山に見る A widow inside my hometown。 季節は忘れかけてた思い。